自分の限界に挑戦し続ける熱き彼らの戦いを目に焼き付けろ。マウリ・エブリンプレゼンツ 3x3 マーベラス8サポーティッドバイアイルエンジニアリング。皆さんこんにちは。女子バスケットボール日本代表のマウリ・エブリンです。今年もやってきますよ、 3x3 マーベラス8、 3人制のバスケットボールの大会となっております。こちらの大会はですね、私、マウリ・エブリンが主催プロデュースさせていただいている大会なんですが、今年は第3回大会ということでかなりスケールアップしまして、実はですね予選大会があります。この予選というのは岡山の高校生、そして愛知県の高校生がお互いに予選を勝ち上がって、最後このバックにある名古屋テレビ塔の真下で決勝大会を戦うというですね、バチバチに熱い、そしてスポーツの秋に合った大会となっておりますので、この後高校生皆さん紹介するので皆さんぜひチェックしていってください。今年出場する高校生はこちら。トップチームの選手も一緒に練習しているので、年齢関係なくみんなで高め合って練習できています。やっぱ他のチームと比べて自分ら 3x3 を主に練習しているんで、 3x3 のなんだろう、独特なスピード感だったり、まあ、ディフェンスのやり方とか、やっぱ5人制とは違う部分があるんで、そこは負けたくないです。1対1とかを相手がしてきたときに自分がディフェンスしてたら絶対点決めさせねえぞって、まあ、その名古屋の大会初めてなので、まあ、緊張すると思うんですけど、その緊張する中でも、まあ、その自分 の、まあ、その 100% の力を出せるように頑張ります。ハンドリングが、まあ、自分では上手い方だと思うので、1対1のところでは自分 の、 そのハンドリングを活かせるかなと思います。自分一人でバスケできてるわけじゃないので、そういう環境を整えてくれる人とか、そういう環境自体に感謝を忘れないでプレーしたいと思ってます。絶対にこう諦めないで優勝を目指します。そうです、自分たち の、 あの戦術とか、まあ、2ポイントが入った時の後のなんか自分たちのチームの動きとかを見ていただけたらなと思います。大きい選手がいないので、ディフェンスでトランジションのディフェンスとかで最初からプレッシャーをかけていって、ルーズボールとかリバウンドを取り切れるようにしていきたいです。まあ、1年生の頃に優勝できたんですけど、まあ、去年2年生の頃は負けちゃったので、3年生の最後も優勝したいなと思います。優勝して京都 BB 倒すぞ。おー、みんな気持ちが強くてガッツのあるチームだと思います。ディフェンスです。スリーを打たれないようにしながらもドライブを守ることです。どんな練習でも 100% 全力でやることです。チームでできることを一生懸命頑張りたいと思います。どこでもスリーを打てるのとディフェンスを頑張ります。ドリブルからのスリーポイントと、やっぱり一線のディフェンスです。やっぱりリバウンドとルーズボールです。個人がめっちゃ上手ってわけじゃないから、チームでみんなで協力して勝てるように頑張ります。リバウンドからのシュートです。ルーズボールとリバウンドです。誰にもリバウンドを負けずに頑張って勝ちます。ジャンプシュートとかリバウンドとかのインサイドです。一番得意なプレーはジャンプシュートです。チームの一言で表すとパワフル。全員で心を一つにディフェンスオフェンスを頑張っていい形で終われるように頑張りたいです。どんな時でもリバウンドを取ってくれます。自分たちが最初に出る試合があまり少ないので、貴重な機会で、すごい楽しみです。ワンツー
カルを生かしたポストプレーで明るくて楽しいです。対人のメニューが好きで、ディフェンスはあんまり好きじゃないです。顔を上げて練習することです。自分の得意なハンドリングでディフェンスを横に揺さぶりながらジャンプシュートを打つことです。なんか個人それぞれが違う特色を持っていて、さまざまな角度からシュートを決めれたり、個人プレーが連結して大きなチームプレーが生まれると思うんで、そこがチームの強みかなって思います。バスケット以外のオフの時に何をしているかとか、バスケットの試合中の時に何を使用しているかなど、いろいろ話したいです。スリーポイントです。45度です。100% です。競ってる時とかにいいプレーが出た時です。ドライブです。体力です。と何でもポジティブに考えることです。切り替えです。とミスした時でも切り替えて次のプレーに集中することです。エルさんです。試合中とかいつも声を出して引っ張っていってくれているところです。卓球のダブルスやります。みんなで焼肉を食べたいです。絶対勝つぞ。せーの、うわー。やるときはやる、楽しいときは全員で楽しむ、そんなようなチームです。桜花学園は高さを生かしたゴール下シュートが強いと思うので、それを 3×3 に生かせると思います。1年生だったら竹内美也が一番 3×3 に向いていると思います。個人の技術がすごくあるので、ドリブルスキルだったりシュートスキルがすごく高いと思うので、そういうところがすごく向いていると思います。2年生だったら金沢選手がいいと思います。ドリブルのスキルもシュートのスキルも高くて、3×3 が得意そうだからです。3年生は、白石美桜さんがいいと思います。あの長いウィングスパンでポストを張られたらもう止められないと思います。桜花学園は身長が高い人が多くいて、ガードでもその170をだいたい超えているので、その相手チームでは小さくてスピードがある選手が多くいるチームがすごくやりにくいと思います。見た目からしてすごくかっこよくてよく来てくださるんですけど、そういう時にその人間性がすごいいいんだなっていう印象を自分は強く持ってて、プレーだったら簡単なこととか小さいことを最後までちゃんと諦めずにやってるので、すごいかっこいいなって思います。崖っぷちはどんな時でもどんな試合でも自分たちは崖っぷちにいるっていう気持ちを持ってやってます。命がけは特にディフェンスで全力で命をかけてやるっていうことでやってます。みんなで優勝取りに行くぞ。キックアウトからのコーナー3をバンバン打っていけるようにしたいです。やっぱみんな結構体力とか結構体の面でも強いんで、ガンガンアグレッシブに戦えると思います。やっぱコート内でのコミュニケーションとかでは負けたくないと思います。優勝を目指して頑張っていきたいと思います。試合中は自分はガードやっているので、まあ、特にみんなで喋るよりコミュニケーションを活発にして、コート外では結構ふざけたりして、みんなを笑わせられるようにします。まあ、誰かがミスした時に、まあ、結構下向かないでポジティブな発言をできるように意識しています。自分の得意なプレースタイルはスリーポイントシュートとドライブからのジャンプシュートが得意です。全般的に得意なんですけど、やっぱり一番得意なのは45度からの3点シュートが得意です。味方がシュートを決めた時にチーム全員で盛り上がれたりだとか、そういうところの明るい部分がすごい目立つチームだと思います。
チームメイトとしっかりコミュニケーションを取ることを意識します。5対5はトランジションとかが起きるんですけど、3対3はそのハーフコートの中だから、その1対1とかがより大事になっているなと思います。寺田裕二です。シュートをしっかり決め切ってくれる彼です。僕はやっぱりみんなとスキヤとかでも一緒に食べていきたいと思ってます。やばいだろう。朝練で全員で毎朝走っていて、自分たちの体力は持ち味だと思っています。スリーポイントだけはどこのチームにも負けたくないです。 3×3 の大会に出るっていう機会があまりないので、まあ、せっかくの機会なんでしっかり楽しんで笑顔で終われたらいいなと思います。自分はアウトサイドが得意なので、アウトサイドからの得点を中心に点を取ります。やっぱり展開の速さが5対5と比べてとても速いので、そういうとこはやっぱり5対5と違います。自分は 3×3 の方が展開が速くて楽しいので、自分は 3×3 が好きです。自分はガードなんでドライブとパスを頑張ってます。自分は今一番上の学年なんで、年下に気を使ったり、まあうまくいかなかった子に声かけたりしてます。インサイドでプレーすることが多いので、ゴール下ポストプレーだったりハイポストでのプレーをよくします。でかい相手とかは体を張ってしっかり抑えないといけないと思うので、体を使ってプレーをしたいと思います。このチームはスリーポイントが得意な選手が多いので、そこを頼りにして自分も気軽にプレーできたいと思います。このチームのリーダーは近藤大介くんです。やっぱりチームの雰囲気を悪い時に笑わせてくれるので、それでよくチームが雰囲気が良くなります。元気一人一人がしっかりコミュニケーション取れるので元気だと。自分の得意な1対1から点を決めたり、そこからアシストして、まあ、勝ったらいいかなと思います。絶対勝つぞ。